岸本抜けた、中井が三塁を回る、バックホームされますが、カットまで、長野のタイムリーヒット、強烈な当たり、涌井の足元を抜けていきました。やはりここに来て、長野のバットもこう、開幕に向けて合わせてきたかなというような、そんなバッティングにも見えますが。今日は結構甘いボール多いんですけどね、はい、それを見逃したなんかしましたけど、やはりランナーを置いてのね、はい、集中力でしょうね。そういえば長野も、まあ、こういった、まあ、得点圏での打率を上げたいということも言っていました。きっちりとその役割を果たしています。